ゲームアンプウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチは、ニンテンドが1980年より発売した、携帯型液晶ゲーム機、電子ゲーム、LSI ゲーム、CM など一般での故障は、ゲームウォッチ。ニンテンド開発による、初の携帯型ゲーム機である。ゲームソフトは、本体外のログに書き込まれた。 一ハード一ソフトであり、その後のゲーム機のようにカートリッジ交換で様々なソフトを実行する子はできない。タイトルの多くは難易度が低めのゲーム A と高めのゲーム B のうちどちらで遊ぶかを選択できる一部例外あり。この選択方法はファミリーコンピュータの初期タイトルにも使用されている。ゲームをしない間は時計として使え、これが商品名。 ゲームウォッチの由来である。後に、アラーム機能もつくようになった。第一作は1980年4月28日発売の、ボール。タイトルにはスヌーピー、ミッキーマウス、ポパイなど、他社の人気キャラクターを採用したものもあった。手元で遊べる手軽さが受けて、社会現象にもなり、日本での売上総数は1287万個。日本国外では3053万個で、 合計4340万個。当時の任天堂が抱えていた70億円近くもの、莫大な借金を完済し、それでも40億円ほどの黒字が出るほどの大ヒットを、記録、高収益を得る、有料企業へと転身を果たしただけでなく、その黒字をファミリーコンピュータの開発に投資したことでも知られる。任天堂のテレビゲーム路線のきっかけを作ったゲームとも言え、 任天堂の伊豆シ武ケや上村正幸らはたびたびゲームウォッチ任天堂のゲームの原点という発言をしている。1983年にファミリーコンピュータが発売されたことを境にブームは移行し、1985年2月発売のブラックジャックを最後に日本での発売は終了したが、それとほぼ入れ違いで日本国外向けに10年以上にわたり、 開発が進められた。最後の作品は1991年10月発売マリオ・ジャグラー。また、ドンキー・コングなどのアーケードゲームやファミリーコンピュータの移植版も開発された。1990年代に入ってから日本国外のみ発売を含むタイトルが逆輸入版として日本で発売されたとがあり、一部の量販店などで輸入トイのような扱いで売られた例もあった。 発売初期のテレビ CM はいつでもゲームウォッチ、どこでもゲームウォッチという CM ソングに合わせて商品で遊ぶ場面やゲーム画面が映し出され最後にマイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計ですのナレーションが入るというものだった。液晶画面自体は単色で液晶セグメントは キャラクター表示の位置や形状ごとに固定されている。最初期のシリーズ5作品までは完全なモノクロ画面である。続くゴールドシリーズでは液晶の前面に別のスクリーンが置かれカラーで背景やオブジェを表現。以降画面を約1.7倍に広げたワイドスクリーンに画面の折りたたみ式にしたマルチスクリーンカラー液晶を採用したテーブルトップと パノラマスクリーン4色に色分けされたカラースクリーンで疑似カラー画面を表現したスーパーカラーなどへと発展していった初期のゲームウォッチはプレイヤーキャラクターの移動も含め本体左右に装備された丸ボタンで操作していたマルチスクリーンドンキーコングはゲーム機史上初めて十字キー説明書での故障はボタンを装備したこれまでゲーム機のコントローラーといえば 丸、角形ボタンか、スティック状のバーなどだったが、十字キーはコンパクトながら、親指だけで4方向にキーを押す感覚が伝わる、画期的な操作性で、その後のゲーム機の標準となっている。横井く平が、新幹線の中で暇つぶしに、電卓のボタンを押して遊んでいる人を見て、暇つぶしのできる、小さなゲーム機として発案。その後、 横井がたまたま社長車の代理運転手を引き受けたとき、運転中に雑談ながら、高層社長に話したところ、向かった会合先で、液晶生産用の新工場を立ち上げたものの、電卓の需要が頭打ちなり、新たな応用先を探していたシャープ社長の佐伯、木、明に伝わり、電卓サイズのゲーム機を作ることに、意気投合して一気に具現化した。 当初はビジネスマンなどが通勤途中に遊べるものという目的を念頭に座った時に手を組んだまま隠して操作できるワイシャツのポケットサイズでデザインが設計された。ゲーム内容も横いが誰もが説明書を読まなくても遊べるゲームを目指し親指でボタンを押すだけの極力シンプルな操作体系にしたゲーム付きの時計というコンセプトで開発した。しかし発売後は 小中学生が主な購買層となったため、その後はターゲットを変更し、よりゲーム性が重視されることになった。なお、同時期に、上村正幸がほぼ、ゲームボーイに近いスペックのゲームを構想していたが、コスト面などの問題が解消できず、開発の着手に至らなかった。共同開発をしたシャープとは、高専 GSP 時代からの付き合いであり、 その後も親密な関係が続き、ファミリーコンピュータ、ゲームボーイ、スーパーファミコンなどでも技術面での提携関係にあり、ツインファミコンやファミコンテレビ C1 などのシャープ製ファミコンを発売したり、シャープ製パソコンで採用されていたクイックディスクやフベーシックをディスクシステムやファミリーベーシックに採用したりしていた。この関係が任天堂 d DS のようなハードウェアの誕生につながっている。 当時流行した同様の携帯ゲーム機として、カシオのゲーム電卓などがある。ゲームウォッチのヒットに倣い、タカトクトイズ、バンダイ、トミーなどから多数の LSI ゲーム、電子ゲームが発され、マスダやコーポレーションからは、プレイタイムという名前や外観がゲームウォッチに告示した商品が発売された。他社製品も含めてゲームウォッチと呼ばれる場合もある。また、 ソビート連邦ではという海賊版が販売されていた。内容は、エッグとその書き換えがほとんどである。なお、ソ連では、ここも規制のため、ゲームウォッチは販売されていなかった。1998年より、複数メーカー開発によるシリーズが、日本国外で販売されている。任天堂よりライセンスを受けた、マルチスクリーンを含むゲームウォッチの移植版や、 オリジナルタイトルが遊べるキーチェーンサイズの携帯ゲーム機である。電源はボタン型電池 LR442 個。発売ビランは日本国外のみ販売タイトル。後に有志により電池蓋の 3D プリンター用データが公開された。2009年7月15日より Nintendo Dash Ware としてゲームウォッチの旧作品が移植されている。 各205ポイント。2009年8月19日から配信の3作はニューワイド版が元になっている。上画面にゲームが表示され、下画面にはタイトル等が表示される。タッチ操作は説明書を除いて一切なし。オリジナル版の内容を忠実に再現し、オリジナル版にはなかったハイスコアのセーブ機能とゲーム開始時のスコアを設定できる。 スコアセレクトの機能が追加されている。また、効果音は、実機のゲームウォッチで実際に使われているものを、録音して、忠実に再現している。なお、時計機能は、使えるが、アラーム機能は搭載されていない。5. おさむき